こんにちは、イーパです。今回はあの人気の青い鳥カワセミの解説です。カワセミご存じない方もおられると思いますが、この鳥です。めちゃくちゃ綺麗ですよね。野鳥に興味を持った方のほとんどが一度は見てみたいと思う、そんな鳥だと思います。でもどういう場所を探せばいいのかわからない、どういう風に探せばいいのかわからないって方もおられますよね。今回の動画ではカワセミがどんな鳥でどういう場所にいるのか、またどうすれば何を意識すれば見つけやすくなるのか、しっかりと解説していきます。この動画を見ることで自分にもきっとカワセミを見つけられるって思う方たくさん出てくると思いますから、ぜひ最後まで見ていってくださいね。このチャンネルでは野鳥や野鳥関連の解説動画を投稿していきます。すでに他に解説動画2本投稿していますんで、よければご覧ください。もう一つのチャンネル、イーパの野鳥観察日記にはこれまでの解説動画もあります。説明欄にチャンネルの URL 貼っておきますんで、よければ。それではまずカワセミがどんな鳥なのか知っていただきましょう。カワセミ、さっきから映像は流れてますが、この青い鳥ですね。日本全国で見られる鳥で、本州以南では一年中見られます。北海道では夏鳥、夏に見られるとされることが多いですが、冬の間にも見られることはあるようです。水辺に生息している鳥で、主に淡水の水辺から河口などの汽水域にかけて生息しています。たまに海でも見られることがあるみたいですね。淡水の水辺って言ってもいろいろありますが、川だけじゃなくて湖やため池にもいますし、農耕地を流れている幅1メートル程度の水路にいることもあります。カワセミの見た目です。全長は17センチ。全長っていうのはくちばしの先から尾羽の先までの長さです。で、美しい青色から水辺の宝石と言われることもありますね。ただ青って言っても一様に青ってわけではなくて、体の上の面が青、下の面は橙色となっています。また頭にも橙色の部分、そして白い部分もありますね。青色はもちろん綺麗なんですけど、この目の後ろの橙色と白もなんかカワセミって感じがするので、僕は結構好きです。分かってくれる人いるかな。青色の部分、これは羽毛そのものが青色をしているわけではありません。最近カワセミの話するとき結構な頻度で言ってますが、構造色っていうやつですね。羽毛そのものには色素はなくて、光の加減と羽毛の微細な構造によって青く見えています。いつもシャボン玉で例えるんですが、シャボン玉って透明ですよね。でも光の具合によって紫とか緑とかいろんな色に見えると思います。あれが構造色です。というわけでカワセミの羽毛も全く同じ青ではなくて、水色とか緑っぽい青とか様々な色に見えますね。オスとメスはくちばしの色で見分けることができます。オスは上のくちばしも下のくちばしも黒いんですが、メスは下のくちばしが赤くなっているんで、そこで見分けてください。ちなみに幼い個体、幼鳥は全体的に羽が黒っぽく見えます。カワセミは獲物を探す時も水辺で探します。食べているのは主に魚類、小さめの魚を食べていますね。他にはエビやカニなどの甲殻類を食べている場面に出くわすこともありますし、僕は見たことないんですが、水生昆虫を食べることもあるようです。獲物を捕らえるときは水面近くの枝などに止まって、狙いを済ました後に水に飛び込み、捕らえた獲物を枝に戻ってから食べますね。ただ飲み込んだものすべてを完全に消化できるわけではありません。消化できなかった部分は塊にしてまとめて吐き出します。これをペリットと言いますね。カワセミの場合、魚の骨や甲殻類の殻なんかを吐き出します。そうそう、
カワセミの見られる地域分布についてお伝えした時に、北海道では夏に見られるって言いました。これにもカワセミの食性が関係しています。というのも、冬になると北海道水辺が凍ってしまって、カワセミが魚を捕ることができない状態になってしまうんですね。なので水辺が凍っている場所ではカワセミがいなくなって、北海道でも凍らない場所にはカワセミがいることもあるという感じになります。3月頃からはカワセミの繁殖期です。繁殖期に入るとオスが捕まえた魚をメスにプレゼントする求愛給餌が見られるようになりますね。つがいが成立してもオスはメスへのプレゼントを続けます。卵を産んで子育てするための巣は土の斜面に横穴を掘って作りますね。小さい体で子育てができるくらいの横穴を掘るって本当すごいなと思います。ちなみに飛んだりどこかに止まってじっとしてたりすることの多いカワセミですが、巣の中では歩きます。普段はほとんど歩くことがないので、歩く姿を見られたらラッキーだと思いますよ。ということでカワセミが歩く映像を置いときますね。かわいすぎる。ではお待たせしました。カワセミを自分の力で見つけたい、一目見てみたいって方向けに、見つけ方、探し方お話ししますね。見つけ方その1、水辺に行く。とりあえず水辺に行きましょう。水辺の鳥ですからね、カワセミ。海でも見られることはありますが、基本的に淡水の水辺にいるんで、そちらの方がいいですね。で、淡水の水辺、川とか湖、池、農耕地の水路などにいるっていうのはお伝えしました。もっと言うと、街中の公園の水辺とか市街地を流れてる水路とかにもいます。しかも特に珍しいわけではなく、普通にいます。まあ、普通っていうと誤解を招くかもしれないですが、カワセミっていわゆる普通種なので、意識していそうなポイントを回って探せばそれなりに出会える鳥ですね。上流の方に生息してるイメージがあるって方もおられると思うんですけど、もちろん上流にもいるんですけどね。でも上流だけってことは全くないんですよ。過去に何度かカワセミの解説を入れた動画ありますが、市街地の水路で見かけてびっくりしましたってコメントとかも来るんで、もしかしたら皆さんにとって身近な場所にいるかもしれないですね。大きめの公園、都市公園2つ行けば、そのうち1つの公園の水辺では出会える程度には見かけます。僕が一番カワセミを見たのは、農耕地でため池や水路を回って6時間で5羽見たのが最高です。河川中流域を2キロくらい歩いて4羽とかもありました。います、カワセミ。なんか自分でも発見できそうな気がしてきましたよね。個人的には大きめの公園の水辺、ため池がいくつか集まってる場所、河川の上流から中流あたりで見かけることが多いんでおすすめです。カワセミの見つけ方、もちろん場所だけではないですね。その場所に行ってどうするかというコツもあります。ではめちゃくちゃ大切なこと言いますね。鳴き声に意識を向けましょう。鳴き声です。もうね、カワセミの見つけ方の中で重要な部分、8割は鳴き声だと思います。9割と言っても過言ではないでしょう。それくらい鳴き声から発見につながることが多いです。僕も最初に鳴き声でカワセミの存在に気づいて、そこから声のした方向を探すという流れがよくあります。ということで、カワセミの鳴き声はこんな感じ。これは連続して鳴いているんですが、短く鳴くこともあります。例えるなら自転車のブレーキ音、まあこれよく言われる例えなんですけどね。水辺に行ったら今の感じの鳴き声が聞こえないか特に意識しておいてください。で、音がしたらその方向を確認です。おそらくその方向にいるのはカワセミか自転車だと思います。
あとこの鳴き声覚えると、たまに自転車のブレーキ音が本当にカワセミの鳴き声に聞こえてしまうようになるんで、もう手遅れかもしれないですけど、覚悟しておいてくださいね。鳴き声以外で知っとくといいのは、カワセミが止まりやすい位置ですね。水面近くの木の枝とか岩の上なんかに止まることが多いです。まああくまでそういう傾向があるっていう話なので、水面からちょっと高めの木の枝に止まってることとかもありますけど、頭の片隅に置いとくと役に立つことがあるんじゃないかと思います。あと鳴き声がした時や何か鳥が飛んでいった時は、その方向を確認すると思うんですが、少し遠い離れた位置を確認する場合、双眼鏡や望遠機能のついたカメラがあれば確認しやすいですね。野鳥に興味を持ったばかりの方が双眼鏡やカメラをすでに持ってるってことはそう多くないと思うんですが、もしあればね、持って行ってみてください。さてここからはカワセミの警戒心についてのお話です。カワセミを発見した時に関わってくることですので、聞いてくださいね。鳥にはこれ以上近づかないでとか、これ以上近づくのはやめとこうって距離があるんですよ。人でいうパーソナルスペースです。別に普段意識してないですけど、ちょっと近づきすぎ、もうちょっと離れて喋ってよみたいな空間距離あるじゃないですか。あれですね、鳥にもあるんです。鳥の種類や個体によってこの距離は変わります。で、少し近づこうとしただけで飛び立ってしまうような鳥を警戒心が高い、警戒心が強い、割と近くまで寄れる鳥のことを警戒心が低い、警戒心が弱いって表現することもあるんですが、カワセミは平均すると警戒心が高い寄りの鳥ですね。で、もともと人が多い市街地の公園なんかで暮らしているカワセミはある程度警戒心が低いこともあるんですが、農耕地のため池とか河川の上流とかにいるカワセミは警戒心高いことが多いです。個人的には上流の方のカワセミは特に警戒心高いと思ってますね。なので見つけた瞬間に飛んでいっちゃったみたいなこともあるかもしれません。そういう場合は追いかけずにその場で待つことをお勧めします。これ他の野鳥でも同じなんですが、逃げた鳥を追いかけても逃げ続けて最終的に見えないところに行っちゃいます。しかも鳥は嫌な思いをしているんで、なかなか出てきてくれないんですよね。でも待ってると同じ場所に戻ってくることがあるんですよ。鳥はお気に入りのポイントを持っていることがあって、特にカワセミは一度止まっていた枝に止まることも多いので、待つことがいいってことですね。鳥は近づいてくるものや急に動くものに対して警戒する傾向があるんで、探している時に飛ばしてしまったカワセミも身をかがめてじっとしていれば、より近い距離でじっくり観察できることもあります。もちろん見つけた鳥に近づく時は慎重に近づく方がいいですね。ではもう終わりに近づいてきたんですが、この辺りでカワセミの基本情報である分類について軽く触れておきます。カワセミは仏法草目、カワセミ科、カワセミ属の鳥です。これスズメの場合だとスズメ目、スズメ科、スズメ属、カルガモだとカモ目、カモ科、マガモ属となります。ちょっと最初は覚えにくいと思うんですが、これから野鳥のこと詳しくなっていきたいって方は、目と科までは覚えておくと、そのグループの鳥の共通点が見えてきたり、知識、情報を覚えやすくなったりするメリットがあるんで、余裕があれば覚えてみてくださいね。図鑑だと属は書いてないものも多いんですが、目と科は基本書いていると思います。ただし頻繁にではないですが、分類は変更されます。ネット検索だと古い分類の情報が出てくることも多いので気をつけていただきたいのと、今年2023年日本の鳥類の分類の変更予定があるので、その変更の後で覚えていくのもいいかもしれませんね。では簡単にカワセミ科の鳥紹介しておきます。日本で見られるカワセミ科の鳥は
カワセミの他に夏の森にやってくる赤松瓶、水辺で見られますが数の少ない山セミ、極めて珍しいんですが南西諸島なんかで見られることのある南洋松瓶、離島で見られることのある山松瓶という鳥もいます。ただ日本のカワセミ科の鳥ということで話題になるのはカワセミ、赤松瓶、山セミ、この3種の場合がほとんどですね。それでは今回の動画をまとめていきますけども、カワセミは日本全国で見られる鳥で、日本の広い範囲で1年中見られます。生息環境は水辺、そこで魚などを捕らえて食べています。探すときは鳴き声を意識するでしたね。警戒心は高いことが多いので、近づくときは慎重に、飛ばしてしまったら追いかけずに待ちましょう。一度見てみたいって方は、今回の動画で学んだことを忘れないようにして、ぜひ探しに行ってみてください。鳥のこと、カワセミのことあまり意識してなかったって時は、いてもなかなか存在に気づきにくいんですけど、実際は皆さんの身近な場所の水辺にもいる可能性のある、割と普通に見られる鳥の一種なので、いくつか水辺回って探せばきっと見つかると思います。見つけてやりましょう。はい、このチャンネルでは野鳥や野鳥関連の解説動画を投稿していきます。これから野鳥観察を始めたい、野鳥のことをもっと知っていきたいって方は、ぜひチャンネル登録をしていただいて、動画を見逃さないようにベルのマークの通知をオンにしておいてくださいね。前回夏鳥の解説動画、その前には公園の野鳥の解説動画も出しているので、ぜひ見てみてください。それでは動画ご視聴ありがとうございました。